こんにちは、小島です。心斎橋って買い物とかもしやすいし何でもあるんですけど、結構行きたい場所と場所の距離が離れてて歩き疲れちゃったりとかってないですか？そんな時にお店が混んだら僕が困るので本当は教えたくないんですけど、特別に休憩にぴったりな僕のおすすめのカフェを3つご紹介したいと思います。動画の概要欄にお店の URL だったりを貼ってるので、気になった方はぜひ行ってみていただけると嬉しいです。はい、まず1店舗目紹介するのが、東心斎橋にある泊まれる本屋ことブック&ベッド東京さんです。御堂筋沿い の, フェンディあるじゃないですか。でその横にファルコあると思うんですけど、こうその間の筋をこうガーって行ってもらったら俺のフレンチっていうお店が出てくるので、その横のビルに入ってます。店内はモノトーンを基調としたイメージで、まあこのお店入ってダサいって思う人はそうそういないかなって思います。でメニューはこんな感じで、飲み物とかもブラックラテとかカレーもブラックカレーとか、結構白黒イメージのものが多くて、店内の雰囲気に合わせてドイツ感がある感じですね。こんな感じで鍵がかかった奥の部屋が有料のブックラウンジになってます。でここでは本も読み放題ですし、ベッドがあって睡眠が取れたりするっていう奇跡のシステムになってます。でブックラウンジだけだったら、1時間500円ぐらいで利用できるのと、ベッドはまた別なんですけど、それもプラス200円だったと思うので、興味がある方は試してみてもいいかなと思います。なんか買い物してて疲れたけど晩ご飯予約してる時間までこう絶妙に時間あんねんなって時に、結構しっかりめの休憩がてら行くって考えたら、ここ以上のカフェはないんじゃないかなって思います。で周辺も結構有名なお店だったりとか美味しいお店も多いので、そのあたりもまた紹介していけたらなって思ってます。はい、ドリンクと料理が来ました。で、料理ができたら、ブザーが鳴ってここの棚の上に置いておいていただけるシステムです。で今回、コボレルラテとボンゴレビアンコとアルグレイティを注文しました。でコボレルラテはカメラマンの方が注文したんですが、なんかほっぺたがこぼれる美味しさだったみたいです。で僕は、お腹が空いていたのでパスタを食べたんですけど、ソファーとテーブルの高さが結構同じで、ちょっと犬みたいな食べ方になりかけたので、デートでお越しになる際はお気をつけください。はい、本も結構いろんな種類があって、こんな感じで絵本があったりとか、まあ、ちょっとあまり見たことない絵本ですけど、まあ、ちょっとこれ僕が読んでるのは月の本ですね。あんま慣れてるかわかんないですけど月の本です。あとはこんな感じで小説だったりとか、あ、ニューヨークのお散歩もありますね。あ、日当たりも抜群です。一応注意点としてはキャッシュレスオンリーになってるので、現金が使えないです。なので、現金派の方は、ご注意ください。あと、店員の女性の方が松岡真弥さんにそっくりだったので、そこも合わせてご注意ください。次にご紹介するのが、長堀と御堂筋のあの交差点のところあると思うんですけど、そこから四つ橋の方にこうガーッと歩いていったら右手にビビアン出てくると思います。でもうそこのすぐ目と鼻の先にあるサタデーズニューヨークシティさんです。こちらの一番の特徴は、アパレルと併設されてるっていうところと、お店の雰囲気は先ほど紹介したブック&ベッドさんと同じで白黒を基調に、まあ、ちょっと草木を追加しましたみたいなイメージになってるところかなと思います。ただこちらの方が1階にあるっていうところと、シンプルに広くてスペースも余裕持って基本的に取ってるかなと思うので、より開放的な雰囲気になってるかなと思います。あとは2階と1階の一部がアパレルのスペースになってるんで、まあこれ自体はアパレルのブランドで大人っぽいモダンなウェアだったりとか、サーファー向けのウェアを取り扱ってます。はい、あと犬入ってきたなと思ったら、もう世界一でかい犬入ってきました。この子もはやこれピットブルやろって思ってたら、まあ、案の定ピットブルでした。店員さんにおすすめ聞いたら、まあ、コーヒーが美味しいからラテっすねって言っていただいたんで、僕はホットラテを注文しました。なんかラテアートあるだけでこの普通の時より美味しそうに見えるんって、これ僕だけですかね。いや全然こっちも美味しそうなんですけど。店内はだいたいこんな感じで、この席に座る人は結構 PC で作業されてる方がすごい多いかなって感じです。でもちろんコンセントも完備してます。
結構都会のカフェってこうこじんまりというか人口密度高いところがすごい多いかなって思うんですけど、ここはもうすごい広くてゆったりできるからその辺はおすすめかなと思います。最後に紹介するのが、先ほどのサタデーズニューヨークシティから四ツ橋筋の方を渡ってすぐのところにある個人写真館と韓国カフェが併設されているブルーペアコーヒーさんです。ここはね、いや見てもらったら分かるようにめっちゃおしゃれなんですよ。でまず入ったら席を取って、でそこから注文して、ブザーが鳴ったらこのピックアップってところから出てきてって感じで、めっちゃおしゃれなんですよ。それは本当にそうなんですが、ほんまに女子校ぐらい女の子しかいないんですよね。本当に男の人誰もいなくて、リアルに彼女の付き添いで下着屋さんついて行かされた時よりギリきつかったです。ただそれって僕らがこう、まあ、男2人で行ったんですけど、まあだからであって、女の子と一緒に行く場合は、まあ、こんなんそら喜ぶやろっていう、まあ、おしゃれな内装だったりとかメニューになってるので、まあ、これ本当にめちゃくちゃいいです。ただ男だけで行こうと思ってる方はちょっと気合い入れて行った方がいいかもしれないです。あとこちらがちょっとお客さんがたくさんいらっしゃったので内観をあんまり取れてないです、ごめんなさい。いかがでしたでしょうか。いいお店って知っておいて損になることって絶対ないですし、まあ動画でこうやって見ることによって、まあ、行くか行かないかの判断もよりしやすい基準になるかなって思うので、これからも世の中の男性をスマートにしていくためにいろんなお店を紹介したり発信していけたらと思います。え、ちょっと待ってください。この際僕がスタッフをしているメンテの新店舗が梅田の茶屋町にオープンします。関西では初となる個人用のプライベートサウナを完備しており、サウナ、水、シャワー、外気浴のすべてがプライベート空間でお楽しみいただけます。いやこれ本当に忖度抜きでめちゃくちゃ良くて、サウナ好きだけど他の人がいて落ち着けないっていう方にはもちろん、手ぶらでも気軽に通えるようにアメニティなども想像つくものはおそらく全部揃ってるので、気になった方は概要欄の URL からぜひチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。